新型コロナにかかっても助かる体質の人をね、ちょっと想像してみました。全くのド素人なんですけども、えー、いろんな文献、文献というかネット上の、あのー、サイトを当たってみたところ、植物性乳酸菌を、えー、と腸内細菌層として持っている人は、 かか、えー、かかっても助かる確率が高いいいんじゃなととうことですね今の、えー、ノーベル賞をもらったあの先生ですねあの先生とか、えー、どうして東南アジアとか東アジアの人が、えー、新型コロナでの死亡率が少ないかっていうファクター X は何なんだとか、えー、マスコミで話題になってますけども、えー、日本には漬物文化がありますね。えー その他に納豆とかあのお酒の麹菌とかありますけど、あと韓国にはキムチとかあります。調べてみるとあの、東南アジアの国々にも納豆とか発酵食品とかね、日本の漬物に似たような文化があるということなんです。それで、その腸内細菌層に植物性乳酸菌を持つ人、バナナウンチが出やすい人っていうのは、えー、免疫も高くてですね、免疫力が強くて、 えー、腸内細菌層の種類とか数も多くて100兆個とか持っててですね、えー、COVID-19 にも打ち勝ってしまうんじゃないかということですね。でその横浜のクルーズ船のトイレの便器とか床にウイルスがたくさん確認されたとかいうことから考えると新型コロナウイルスは胃酸や大腸菌に負けないで便として排出されるくらい強いということですから、えー、その えー、大腸から小腸からとかですね、血管の中に、そのリーキーガットをすり抜けてですね、新型コロナ菌があ潜り込んで、それで血管内皮に血栓ができて、その血栓のところからあの、えー、と拘束された、そのあ、なんだ、剥がれ落ちた内皮がですね、肺側栓とか脳側栓になってなくなってしまうということで、まるでエコノミークラス症候群みたいな病気が新型コロナじゃないかということで、 結局、南極放送局じゃないんですけども、納豆菌やぬか漬けや漬物やおしんこや甘酒、日本酒、キムチ、黒にんにく、乳酸菌、りゅうめぼしとか味噌,とか,と,か味噌とか醤油とか味噌汁とか酢とかリンゴ酢とかなどの発酵食品を摂取してコンスタントにバナナウンチが出るような腸内細菌層がしっかりしている人は、新型コロナにかかりにくいんじゃないだろうかとかかってもその死亡するということまでいかないんじゃないかということですね。 DK ガットの人はウイルスが血液中に取り込まれやすいんで、ころっとなくなるとかですね、そういうのがあるんじゃないかということなので、誰も唱えてないんですけど、全くのド素人の私が、多分そうじゃないかということで、えー、この動画をアップします、えー。どうぞよろしくご検討ください。全くの、あこれはあの医学的根拠はありませんから、ご注意ください。